建築ラジオ FM アーキチャット第3弾皆さんお疲れ様です。楓アーキテクトの中村哲と申します。お疲れ様です。マクロデベロップメントデザイン守屋です。ということで今回はゲストがいます、はい、いきなり、はい、第3回目にしていきなりゲストをお呼びしております。はい、そしたら挨拶の方僕からでいいですか。はい、マーボーと言います。設計事務所に働いてて、でもうちょっとしたら、フリーランスで働こうかなと思っているところです。独立に向けて、はい、動いておりますね。はい、皆さんこのマーボーさんはね、私たちの大学の私たちの同期の設計でいうとナンバーワンですね。力的にはやめてやめて、課題でほぼ選ばれてますから、ね、今日そういった話が聞ければいいなと思っております、うん、よろしくお願いします。お願いします。じゃ続いて、はい、辻俊と言います。で、設計事務所に働いています。フリーになる予定はまだないです。すごいよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回はこの4人でお送りします。はい、はい、で今回のまあ中身は一つですね。そうですね。ちょっともうせっかく4人集まったのでこの質問がぴったりなんじゃないかというので、この質問に対してとことん話していけたらいいかなと思います。と、はい、ことで、質問です。匿名希望さんより、建築スキルを上げるために学生時代していたことはありますか。はい、この質問をする気持ちはすごいわかる、はい、なんか当時学生の時にみんながどうやってスキルを伸ばすかみたいな、でもあんまり負けたくないからそれをみんなにはオープンに言わないみたいので、実は意外とここって知らないけど一番当時知りたかったことだなと思って。そうで、うん、ここは私はそうでもないんですけど、守屋君も麻婆さんも辻俊さんも設計課題で勝ってきてる人間なんで、おのおのね研究して勝つ方法みたいなもん、持論を持ってると思うんで、それをね、みんな話してもらえたらなと思ってますね。はい、なるほど。誰から行きますか。じゃあ、ラテさん。私からでいいですか。うん、建築スキルを上げるためにしていたことなんですけど、うちの大学は設計が始まったのが、2年生の時は住宅はありましたけど、うん、主に大学3年生からなんですね。で、私は本当に最初全然うまくできなかったんですよ。設計が、設計が、うまくできないっていうか、周りと比べてあまりいい提案ができなかった。それは建築の、考えもそうだしシートもそうなんですけど、とにかく空間を作るのがうまくできなかったんですよ。で、今でも覚えてるのが、先生に君は建築を知らなさすぎと言われたのが今でも覚えてて、はい、それに共通するんですけど、私がスキルを上げるためにしていたこと、これ言っちゃうとあれなんですけど、これやって変わりましたね、本当に。おー、ハードルを上げている。これやってすごい、YouTube 勝てるようになりました。設計力上がったっていうのかどうかわかんないんですけど、自分の中で、あ、こう提案すればいいのかみたいなものが、自然と出るようになったんですよ。で、その方法っていうのが、はい、毎日一建築っていう方法を取ってたんですね、はい、で、名前の通りなんであれなんですけど、毎日一つ建築を調べてまとめると、で、いろんな建築家いるんで、最初は有名どころ、群馬健吾さんとか伊藤豊さんとかから、その建築家一人につき10作品程度っていうのを毎日一つまとめると。で、調べて、手書きで気に入った文章とか空間構成とか、建築を書いていくんですね。それを大体ノート3冊ぐらい、毎日やってました、はいはい、で、もちろん毎日って言いつつやってない日もあれば1日2つまとめた日もあるんですけど、そういったいろんな建築を見るっていうものをまずやってましたね、なるほど、はい、とにかく建築を知るみたいな、知る、見る、調べる、尽きる。私は建築の学び方が2種類あると思ってて、広く浅く学ぶ方法
っていうのと、狭く深く学ぶ方法、うん、でまず3年生の時に意識した方がいいのは広く浅く学ぶこと、うん、いろんな建築を見てそれを自分の設計に落とし込むっていうのがとても大事だと思ってます。でよく設計の時にあるのがそれなんかのなんかで見たことあるよみたいな、うんうん、パクリと思われるやつ、はいはい、うん、それは一つの建築を見てその作品をアウトプットしてるからそう思うだけで、実際100個の建築見ていろんなところいろんな建築からいいところを抽出して自分の設計に落とし込めれば絶対に、まあ、パクリみたいなものにはならないですね。だからいかに建築を見れてるか、これが選ばれる人と選ばれない人の違いみたいなものだと私は思います、はいはい、なるほど。当時教えてくれたら知ってました。でもちょっと知ってた僕は、うん、1日1建築は、うん、その新建築とか、うん、の写真とか図面とかをコピーしてノートに貼って で、ね、でなんか一言みたいな、それは確かにがいいなと思った。こっそりさんですね。じゃあこっそりでもないですこっそりでもないじゃないか、まあ、そうですね、あんまり。いやでも読みましたよね、本とかは。やっぱり、うんうん、なんかそうやってまとめるっていうのはまだ多分ワンステップが上ですよね。確かにこれね、うん、絶対に手書きでまとめた方がいいです、うんうん、あなんか手書きだと書くのめんどくさいじゃないですか、うん、だから、うん、気に入ったところしか書かない、うん、それでいいんですよ、はいはいはい、それでよくて、うん、この建物の情報を全て得るってよりかは、うん、この建物の自分が気に入ったところとか、うん、特徴的なところを、うん、だけをノートにまとめる、うん、それだけで覚えることっていうのは、うん、まあ少ないけど深くなるので、うんうん、なるほど、その方がいいなと思いますね、うん、なるべくいらない情報はなくして絞ってみたいな、はい、なるほど。効果はでもありでしたもんね。そう、効果ありましたね、うん、これやって、うん、だいたい1冊ぐらい終わってからの3年生の後期ぐらいからなんかできるようになってきたなっていうのは感じましたね、うんうん、それは周りにいてなんか思いました。あーでもやっぱなんか夏ぐらいから、うん、あって思った。止まった止めた、なんか出てきたみたいな来たみたいな思ってた、うん、確かになんかその辺で1個ありますよね。なんかあの住宅だけやってたのと その3、4年生で住宅以外上がり始めると思う、うん、そう、 うちのねその学校の設計の課題が、まあ、2年の後期に住宅で1回やって、でそこは本当にもうみんなこう素人っていうか、うん、もうスタートライン一緒で、うん、無我夢中にやってって感じで、で3年生になって、うん、でまた全然違うプログラムっていうか、うん、小学校だっけ、うん、とかもやってって、全部プログラムも違うからこうやったことのないことを毎回やるから大変なんだけど、なんかやっぱ夏で変わるっていうのが、うん、人ステップでこう、うん、なんかこう差がつくっていうか、うんうんうん、あったような気がする、うんうん、やっぱ2年のその住宅と最初の3年の前半はやっぱりこう差がないっていうか、後期でこうやった人とやってなかった人のこう差がやっとこう出てくるっていうか、なんか思ってた、うん、なるほど。そしたら次に守屋聞いてもいいですか。はい、そうですね、僕は住宅は全部取れたんですよ。でその後3年生になって小学校の時に一気にダメになって、でその後、は盛り返したみたいな感じで、一回その挫折というかスランプみたいなのがあったみたいな。で僕は今振り返るとあんまり空間こそ上手くないんですよね。その感動する空間とかは作るの得意じゃなく、でもプランニングは一通りできるみたいな感じの状態で、ただなんか興味があったのがそれの前の企画の段階、どんな建物でどんなコンセプトで作るかみたいなのがすごい興味があったので、うん、そっちで勝負してましたね。なんで美術館とか最後もう形は0点だけど A プラでって言われてもうその前段の話だけでやってましたね。なんか美術館で
なんか街とつながる美術館みたいなコンセプトにして、うん、でそのどうやったらコミュニティが作れるかみたいな感じをずっと考えていて、うん、で最後それに対する形みたいのは、うん、もう本当に一晩ぐらいでやっただけなので、うん、全然良くないみたいな言われるみたいな、うん、でなんでそっちで勝負しようみたいな思ったのかが、なんか途中で同期がめちゃくちゃ設計うまいのがいて、でなんかそこには勝てないなっていうのがあって、で自分で勝てる道を探そうと思うと、まあ、そういうソフト面どういうものを入れるかみたいな部分だったら得意だし勝てるなっていうのでそっちを頑張ってたみたいな、うんうん、ありますね。それはつまりまあ自分建築のスキルというか建築で勝つために自分のフィールドの要素を多く入れて他の人との違いを作る、そういう方向で勝負をすると、勝負をするみたいな、人と違う部分で勝とうっていうので、うんうん、そっちですね。なるほど、うん、あとは提出物のクオリティを上げるっていう、単純にね、なんかみんな最後終わらないって言って、うん、適当なレイアウトとかでバーって出しちゃうのを、うん、とりあえずもうパッと見のクオリティは誰よりも良くするみたいなのはやって、うん、スケジューリングは得意だったんで、うん、そっちの設計でもそうですね、多分完成度でとりあえずは選ばれて、うん、でその後のプレゼンでどこまで上がるかみたいな、うん、なったので、その提出物のクオリティはかなり気にしてやってました、うん。パッと見のクオリティってとても大切ですよね、うんうんうん、先生たち、まあ、これコンペでも言えることなんですけど、うん、先生とか、まあ、教授とか、うん、まあ、その作品を審査する側って、うん、何十から何百作品のシートを見るんですよね、うん、でそんな全部読み込むことっていうのは実際に不可能で、で、まあ、パッと見のクオリティでまず良さそうなものっていうものを選ぶんですよね、うんうん、で何作品か、選ばれた中で深く読み込んで、まあ、賞とか選ぶ作品っていうのは決めていくんで、まあ、パッと見で負けてしまうと、いくら考えてることが良くても伝わらないっていう可能性も、まあ、もちろん見てくれる場合もありますけど、そういった可能性があるんで、まあ、パッと見のクオリティっていうのはとても大事ですよ、ね、特にコンペの方が顕著だけど、ね、うん、学内だとやっぱり先生だから頑張って読み込もうとしてくれる時はあるけど、うんうんうん、コンペだって一瞬で弾かれるし、ね、うんうん、3秒とかありますもんね、うんうん、パッと見3秒でダメだったらもうスッてなくなるっていう、あ、多分僕はその点でやってましたね、うん、じゃあお二人は辻俊さんからいきますか。考えるか、まあ設計スキル上げるためにしてたことっていうと、そういう課題のところでやっててよかったこととしては、いろんな検討の仕方をする。まあ、小学校の時は模型で考えてて、で、集合住宅も模型だったけど、ちょっと模型の作り方をちょっと変えて、なんか使うものを変えるというか、小学校の時は本当にスチボーだけで作ってたけど、集合住宅の時はもっとこう、スタイルか、まあ、スタイルを組み合わせていろいろ形を考えてみたり、で図書館の時には 3D スケッチアップで検討してみたり、美術館の時に、粘土を使って検討して、で唯一その粘土で検討した美術館が選ばれたっていうのがあるんで、なんかその検討に使う材料っていうのをいろいろ試行錯誤してみるのはすごいいいかなと思っているところですね。皆さん言うの忘れてしまいました。この辻俊さんはあのセンスで勝っていくタイプなんで、うん、独特なフィールドで勝っていくタイプなんで、ちょっと先に言うの忘れてしまいました。独特だ、多分スキルの上げ方も独特だなと今聞いてて思った。うん、特にこの自分自身が大学で建築学科入ってみて、うん、始めてみて、で正直スタートダッシュはみんなからめちゃくちゃ遅れて、もう最初は衣装系に行く気なんか全然なかった。へー、で、うん、で課題の時に小学校でいろいろまあそれ分かんないなりに考えてやってみて、でまあ全然ダメで悔しくて、で、まあ、その悔しいって思ったのが多分きっかけで、
自分にとっていいデザインってなんだろうなって思う、うん、っていうのをしっかり考え始めたのそのぐらいだから、だからこそ人と違う方法、ね、粘土やってるやつなんかいねえんだから、うん、人だけでなかった、手油臭くなって油粘土でやってるツールって結構変わりますよね、設計の、うん、なんか、やっぱモデリングでやると曲線とか作るのめんどくさいから曲線なんか減ってきちゃうというか、うん、なんか、で、模型でやると、まあある程度なんか、ここが持つ持たないとか、うんうん、あと実際に立体で見えるから分かりやすいとか、うん、なんか確かにツールって大事だなみたいな、うん、僕は 3D とか苦手な方だったので、ひたすらもうスケッチと模型だけでやってましたね。やっぱそれを持ってった時の先生の反応が、うん、あ面白い、うん、粘土だと粘土で一番面白かったのがその、まあ、その後研究室の所属する先生のところに、見てくださいって言って持ってったら こうした方がいいんじゃないって粘土ピシャってなんか全然形が残んないようになってこんな自由に考えていいんだみたいなのをなんか引き出せるうん、っていうのもあるから、うん、意外とそういう面でもいろんなやり方を試してみるのはいいのかもしれないなとは思う。あ、いいですね。検討の仕方とかツールを変えてみるって、まあ、可能性ですよね、うん、建築って、うんまあ、柱張りはあるっていうのは実際当たり前なんだけど、うんまあ、粘土を使うことで、まあ、自由な空間、うんまあ、それが美術館にマッチしたっていうのもあるんですけど、うん、そういった自由に考えてみるっていうのも建築スキルを上げるためっていうかその課題に対して向き合うためには必要な方法なのかなっていうふうに思います。じゃあ最後になりますけど麻婆さんの建築スキルを上げるためにしていたこと、はいはい、まあ、選ばれることがいいか悪いかっていうのがそもそも多分あると思うんですけど、でもやっぱりその学生の段階だとやっぱり選ばれたいとかもやっぱあって、でやっぱりそのためにはこう戦略的にこうなっちゃうところがあって、その時に一番最初意識してたのは先輩が近くに僕の場合は結構あったので、もう先輩にとにかく相談とか、まあ、先輩に見せてもらうとか、まあ、図面とかそのシートもだし、まあ、データもらったりとかもあるし、自分の中で思ったのはこういい先生というかいい先輩をいかに見つけるかみたいなことが、うんでまあ、そこからこう情報をもらうというかこう教えてもらうみたいなのをすごい最初意識してて、もうスタート地点はもうみんな一緒だっていうのはまあ基本的に思ったから、もういかにこう先にこうもう吸収するかみたいなのはまあ最初戦略的にはちょっと思ってて、やっぱり磁力の力としては一番身近な一個上の先輩とか過去の作品とかをまあ見るのはやっぱり効果的なのかなっていうのは思ってましたね。まああとは真逆でもっとこう長期的に見てスキルを上げようって思った時には、発表会の時でも先生のこの好評の一言とかが、やっぱ自分の考えてる範疇以外のことをこう褒めたりしてくれてて、先生の褒め方っていうかこう、いいとこの見つけ方みたいなのが、あ、こういうとこの、この作品をこういうところがいいところなんだみたいなのを、その好評でこう反応で見て、あ、じゃあここをこう強めていけばいいんだなみたいなのがちょっと分かってくるんで、なんかその人の反応っていうか先生のこのいいとこの見つけ方みたいなのはすごい見てました。うん、なるほど。うん。あとは、そのまあ見せ方とか、結構なんか建築もその空間とかも大事だとは思うんですけど、やっぱりその表現、むしろそっちの方がでかいなってすごいなんか3年生とかやってて思ってて、なんかいい建物、もちろんいい建物を作るのも大事なんだけど、なんかそれをいかに図面でこう表現するかとか、いい写真撮るかとか、でそのシートのまとめとかでこう綺麗に見せるかみたいな、なんかそういうポスターみたいなデザインみたいな要素の方が強いなっていうのが、うん、まあそれは一番最初自分の中でのギャップだったんだけど、でも結局それを大事にしないと結局選ばれないみたいなのがあったんで、本当そのあだからその建築な図面とかも見てたけど、そのポスターのデザインの本結構見てた。ああ、その例えばシートでも
3分割にするとか4分割にするとかっていうこのデザインのキット本とかあると思うんだけど、そういうのを結構見てたよ。確かにいっぱい読んでました。うん、そのデザインのやつとか、ね、その字のフォントの、うん、使い方とか大小とか、うん、あの大を一番でかくして、うん、であとのこのプログラムとか、うん、それぞれの表の一章二章みたいなところは中間で、あとの細かいのは一番ちっちゃくするとか、うん、そのフォントの文章もちゃんと端端揃えるとか、そういう細かいところでのこのが積み重なってこのシートのこの綺麗だなみたいな、うんうん、なんかそのなんか綺麗だなみたいなのが、うんうん、やっぱ違うなって思われて、うん、なんか結果的にこう、まあ、選ばれたりとか、まあ、そういう思考に持っていくっていうかね、うん、っていうのはあったような気が、なるほど、うん、そのあと最後そのそれぞれの作品のポイントっていうか一番大事なのをなんか1行っていうか15文字とか30文字とかでまとめるみたいな、そういうのもちょっと一時期気にしててやってた。あ、それは自分の作品に対して。あ、自分のもだし、他のもだし、まああとはもう今実際にこう設計されて建ってる、うん、その新建築とかいろいろ写真載ってる建物でも一番大事にしてたこととか、これがこう雑誌に載る上でこう大事にされてたこととか、うん、っていうのをまあ自分なりに分析してその建築を一言一行でまとめるみたいなのも。ちょっと気にしてた時期はありました。それは今の共通してると思うんですけど、うん、あのさっき麻婆さんが言ってたあの先生の反応を聞いて、うん、自分の設計の特徴となるところを強めていくっていうのは結構大切で、設計してるとどうしてもいろんな要素が入ってきちゃうんで、うん、まとまりがない作品に なりがちなんですよね、うん、なんか自分でやってても多分こうひっちゃかめっちゃかになっちゃう、うん、シートのまとめてる時でもなんかぐちゃぐちゃになっちゃう、それに対して、まあ、先生が言ったことってもそうだけど、おそらく自分でも一番大切にしていることみたいなものがあるはずなんで、それを忘れずに最後まで一貫して通す、うん、そのためにはさっき言ってくださったようにいろんな建築のね、まあ、コンセプトで一番重要にしていることを書いている、でその書いたコンセプトが出来上がったのがこの建築なんだっていう見方をしていくと、うん、まあ、自分の中でも引き出しが増えるのかなっていうふうに思いますね、うんうん、実際の建物はね、そんなコンセプチュアルな建物ってがいいか悪いかみたいなのもあるんだけど、うん、でもまあ勉強する上ではそれぞれ設計者がいてこうなんか意識を持ってこうお客さんの要望だったりその敷地の状態とかそういうのもいろいろ含めた上でこれに応えていこうっつってこう設計して作ってると思うんで、自分なりに分析してまとめる、まあそれが間違っててもいいと思うんですけどっていうのはまあ勉強にはなるのかなみたいな、うん、思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですね、それぞれ深掘りしたい気もするんですけどね。そうですね。いろいろ。なんか多分、ね、その、設計を始める、なんか前後というか、段階があるんだなと思って、まあそもそも設計に取り掛かる前に、どうやってその設計を考えようかみたいな、知識を入れる段階みたいなのが一つと、あとその、コミュニティとかで言うと、その先輩と仲良くなるみたいな部分と、で、設計始まってからはどういうツールでやるかとか、で、設計の終盤ではどうやって表現するかみたいな、なんかそれぞれそういう手法がいろいろあるんだなっていうのは、そうですね、今日分かって、で、なんか多分それみんな、それぞれ当時、いろいろ苦戦しながらというか、やってたんだなっていうのは、知れたのは、ちょっと面白かったところですね。まあなんかいろいろあるんですよね、やり方は。やり方はいろいろあると思いますね。うん、とりあえずでもやって、うん、やらないと何も起きないんで、うんうん、そう、設計が上手くなりたいとか、うん、設計課題、学内で勝ちたいみたいなことを、うん、まあ、思ってる人はね、いろいろやってみて、うん、先輩に時には聞いて、うん、知識を貯めるために毎日一建築調べてもいいですし、うん、あの表現方法をね、粘土で作ってもいいですし、うん、あのシートにこだわってね、うん、クオリティだけは誰にも負けないっていう方法で、うん、まとめてもいいと。うんうん、まあ、で共通してるのはなんか人と同じことをやらないという。そうですね、うん。なんか違うことをやってみて、それを続けてみるみたいなのがなんか大事かなっていうのは、聞いてて思いました。そうです、うん。はい。人と違うことをやろう。
じゃあ、お二人今日ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、ラジオもこれで3回目終わりましたが、はい、ちょっとまた今後の展開も考えていきましょうか。そうですね。はい。はい、ぜひ、チャンネル登録を。あ、それ言わないといけないんです。はい、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。いいですね。いいねとかも。グッドボタン、グッドボタン。グッドボタン欲しい。はい。あとはまあ、なんかこういうことやってほしいとか、質問とかも続々とお待ちしていますので、はい、何かあればぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第2回やってみて、編集してみてどうでした？編集ね、うん、大変ですよ、ね、大変、ありがとうございます。全部ありがとうございます。30分の動画作るのに、うん、なので8時間ぐらい、マジですか？